どうも、スメルトです。ゼルダの伝説、知恵の借り物実況プレイ続きやっていきますか。ようやくですね、ハイラル城に平和が戻ったっていうことで、今から、ハイラル城に戻って王様たちと挨拶して、で、多分、こっちの方に行くんじゃないかな、何かしら起こってっていうのがあるんじゃないかなと思います。やっていきましょう。結局、ガノンの偽物やったよね、今戦ったのは。多分作り物、潰れんの？やったと思うから。誰？マジ戦うの？あ、リンク！お前、コンボで待って、なんだと？せっかくの再会やったのに。うわ、強すぎる、リンク、やっぱり。いや、偽物とはちげえな。だって、ただの棒やった、今。コンボやったで。それを、ガノン相手にな。今助けてくれたのはきっと本物のリンクだ。何かに捕まっちゃった。どうしよう。おうよ。お目覚めか？ゼルダ！ねえ、これは、ハイラル城？一体何が？そうか、私は叫びに飲まれて。ありがとう、ゼルダ。そなたが私を助けてくれたのだな。ハイラルに起きたことを教えてくれるか？大体の説明はできたな。おお、なんということだ。そなたは我が身も顧みず戦ってくれたのだな。叫びに飲まれた者たちをハイラルを救うために。ゼルダ、愛しき我が娘よ。なんというかんな。よくぞよくぞやってくれ。なんか俺のハイラル王ってもっと威厳に満ちた結構怖い印象あったんやけどな。なんか優しいね。イメージと真逆かも。俺180度違う。王様ー、ご無事ですかって、侵入者？待て待て、よく見よう。ここにいるのはゼルダである。え、ゼルダ様？しかしゼルダ様は先を出した犯人なのでは？ゼルダが犯人？ふむ、私の偽物が随分好き勝手してくれたようだな。ゼルダよ、そなたへの誤解を私が解いておこう。今はゆっくり体を休めなさい。よく頑張ってくれた。ありがとう、ゼルダ。さっき出てきた、やつが、多分ガノンの本物やんな。あ、インパーゾ様も帰ってきたやん。トリー殿。以前は見えなかったお姿が見えるようになったことには驚きましたが、姫様が無事にお帰りになられたのはトリー殿の導きがあったことからこそ、本当にありがとうございます。前から思ってたけど、ありがとうって何？みんなゼルダによく言ってる。感謝の気持ちですよ。トリー殿が姫様を手助けしてくれたことは、私にはこの上なく嬉しいことだったのです。その感謝の気持ちを伝える言葉、それがありがとうです。酒をなくすためにゼルダに手伝ってもらっただけなんだけど、なんか、マジでロボットみたいな。何？ありがとうって、何？嬉しいって、何？それ嬉しいって何？とかさ、なんか鳥、そういうところも疑問に思うぜ。嬉しいならよかった。また会うためのおまじない。お姫様、お目覚めですか？猫ちゃん飼ってたよな、ゼルダ姫って。お体は何ともありませんね。詳しいことはトリー殿から伺いました。我々を救うために姫自ら悪に立ち向かわれたと。無茶もされたことでしょう。ですがご無事で何よりです。しかし小さかった姫様がこんなにもご立派に。夫、姫様の帰りが嬉しく思わず感情に語ってしまいましたな。お目覚めになられたばかりで申し訳ないのですが、王様からの伝言です。十分休めたら玉座の間に来るようにとのことです。では私姫は先に向かっております。お待ちしておりますぞ。なんか普通のさ、おー、パババーン！ゼルダのベッドを覚えた。ふんふん。いい匂いがするぜ、このベッドからよ。ったく、休むか。どれくらい回復すんやろ？だってコスト3やで。相当回復する、これ。こっち行けへんのかな？これ行けたらいいのにな。まさか叫びに飲まれちまうなんてびっくりした。いやー、ゼルダ様が助けてくれてよかったよかった。なんか、ぶっ潰れてないハイラル城を見るのは新鮮でいいね。ハイラル城って常に潰れてるイメージあるからさ、俺の流れ。
おー、ゼルだよ。十分休めたか。とにかくこれで皆揃ったな。さて、皆を集めたのは言うまでもない。我々がこれから何をすべきという話だ。先ほど、トリー殿から皆に入られ起きたことを話してもらった。正直もう俺やることないよな。ハイラル王を助けて、なあ、サダリ大臣、ウギ将軍もいるわけで、知能、頭脳担当と肉体担当と、あともう科学担当がいるわけやからさ。二人の行いで各地の大きな裂け目はなくなった。だが安寧の日が来たわけではない。そうだな。ハイラル城の地下で戦ったガノン、借り物の力で作られたものだった。僕の仲間たちを捕まえてた魔物も、ガノンと同じような借り物だったのかもしれない。今までは全てガノンという魔物の企みで、リンク殿が倒した後の出来事はその影響が残ったものと考えていましたが、全ては正体の知らない、別の敵の仕業だった、ということですか？ほう、そうなってくんのか。そして緑の服の剣士、リンクがその敵からゼルダを救った。しかしリンクは囚われたのか。なんということじゃ。リンクよ、無事でいてくれ。偽物も出てきてるからな、リンクの。まあ、偽物であるがゆえに、弱いけど。次、ボムしか使ってこないやつが出てくるはずやからな。大変です。大きな裂け目が再び各地に現れました。しかも3つ同時に。なんだと？裂け目が現れたのはどこだ？オルディン、ほんと、来たー。言ってたところ、レイホーラネール。オルディン火山って名前やったっけ、あれ。違うよな、やっぱり名前。ヒローネ出現。え、レイホー。オルディン、ヒローネ、ラネール、その3箇所は、もしや、何かご存知なのですか？叫びに飲まれたのは、どこも大いなる力にゆかりのある地だ。大いなる力とは、神々の残した陣地を超えた力、それが大いなる力だ。その存在は古くからハイラル王家に伝わってきた。裂け目が現れた3つの地域は大いなる力を残した神々、三女神ゆかりの地でもある。うん、三女神がいんのか。三女神のゆかりのある地にを狙うように裂け目が現れた。もしや裂け目とは自然に発生するものではなく、何者かが意図的に起こしている現象なのか。まさか。もしやそうだったとしたら、大いなる力がその何者かの手に渡ったら、ハイラルどころか世界が崩壊する。ハイラル王旗に伝わる言い伝えにはこのような言葉がある。大いなる力を欲す、悪しき者現れし時、知恵深き姫巫女と勇敢なる勇者もまた現れる。知恵は私やろ。勇敢は勇者、勇敢はリンクやもんな。姫巫女と勇者、共に手を携え、悪しき者の歩みを止めん。リンク捕まっとるけどな。姫巫女勇者。ゼルダ、いくつも先目消してきた。もしかしてゼルダが姫巫女？姫様が姫巫女？では勇者とは？やはりリンクか。勇者とはおそらく剣士リンクのことではないだろうか。なんと。だが確かにゼルダ姫の話によれば、あやつは無の世界でも動くことができていた。そして敵と一人で戦っていた。もしリンク殿が勇者であれば、姫巫女と勇者はすでに現れているということですね。だがリンクは敵に囚われてしまった。それな、ゼルダよ。三女神ゆかりの地を飲み込んだ裂け目を消し、敵の狙いを阻むのだ。ただし裂け目を消すだけでは真の敵には立ち向かえぬ。うん、敵に囚われた勇者リンクを見つけ出し、共に戦わねばならん。もしかして最終決戦の時リンクと一緒に戦うのか。これゼルだよ。できればその後には穏やかな暮らしをさせてやりたかった。だがそうもいかぬのだ。その他は姫巫女、ハイラルに残された希望、我々は力を尽くしてそなたの旅を助けよう。まずはルピーをくれ。サドリ大臣、そなたは引き続きルーベリー殿と共に裂け目の調査を続けよう。ウギ将軍、そなたは兵を指揮し各地の魔物の調査へ向かえ。はっ、そうなるんか。インパよ、ゼルダにあの衣装を。何をくれるというのだ。え、でもこれ結構気に入ってるんやけど。ささ、姫様こちらへ。姫様、よくお似合いですぞ。髪型も変わった。え、薄毛になってるけど大丈夫そう？その衣装は王家に受け継がれる勇者正しき装束。これから旅を続けるそなたにぴったりだろう。もっと防具をさ、ガッチガチの防具とかないんか。敵の真の狙いはおそらく大いなる力だろう。敵は得体も知らないが、このままではハイラルの未来が危うい。ハイラルを守るため、皆の力を貸してくれ。行くか。魔物の情報でしたら、姫様、ハイラルには魔物が多くおります。危険な魔物の情報を集め、必要に応じ退治する。それもハイラル王国を守る我々の仕事です。もし姫様も魔物の情報が必要であれば、いつでもお声掛けください。魔物の情報、
東。姫様はハイラル城の東にある東の神殿をご存知でしょうか。そこを調査している考古学者から神殿に魔物がいるとの話を聞きまして。魔物なんてどこにもいるやろ。魔物の姿は見ていない。ただ話しかけられたとか。今は神殿近くにいるそのものならばより詳しいことを知ってるであります。魔物なんてどこでもいるやんな。地下。どっから行く？うわー、ここ行きてー。火山のところでしょ。あ、ここか。ここはただ、風車があるところ、こんなところに風車あるところあった？いや、でもマジで、マップ自体はやっぱ一緒なんやんな。いや、確かティアキンとかは100年ぐらい経ってたから、いや、これでもいつの話なんやろな。なんかヘブラ地方ってところがあったり、こっちはね、なんかラネールなんとかみたいな。三女神ゆかりの地。フィローネ出現。フィローネ出現ってこんな、だいぶずれてる。多分。これが言うたらフィローネ出現になってて、でも、フィローネ地方で多分この辺じゃなかったかな。ブレスオブザワイルドとかティアキンとかやったらな。これは？これがラネールか。オルディン火山は絶対位置は一緒やねんか。それ以外マジでわからんな。よし。ほんならまあ、わからんものは仕方がない。向かっていきましょうかい？こっから行く？こっから、ちょっと今回は、ちょっと火山のところ、向かっていきたいなと思います。ワープ機能があるの、ありがてー！冒険、始まります。何か変わるんかな？ちょっと待ってな。どうしようかな。悩んでることが一つあって、あ、服。どっちがいいの？いや、でも、こっちか。ハートのピン。まあ、ハート出現率アップさしといて、で、前回、このグエとかが多分、コスト減ってんか。だから、このコスト減ったグエとかを使って、芝居でいきましょう。なんだこいつは！てめえ！うわ！お前、向かってくんのか。しかも、早いせいで。早いせいで。おい、勇者の力か。勇者の力が。いや、止まった。なんて速さ。うお、あぶねえ。なんだこいつ。ウルホスを手に入れた。いや、動き回るやつってあんま強くないよな。ぶっちゃけの話な。3コスやろ。いやー、今はグエでよくない？グエで、ここか。こっから向かっていくんか。こっちにしよう。ここやな。ここを向かっていきます。グエで、しばらく、空中からの攻撃してもらおっか。いやー、3コスはな、熱いけどな。攻撃してくれんの？グエって。あー、強い強い強い。全然強いやん。ただ、拾ってくれないのね。アイテムを。確かに。待って、クローリー4匹出せる、これ。やばい、やばい。決まったな、これ。クローリー4匹はもうこれしかないでしょ。任せます、クローリー4匹に。あー、来た。イエス。嬉しい。シルベ登録した。だいぶマップも拡張され、あ、スタンプの人いる。2個目ゲットだぜ。なんなん今の。スタンプの人のスパイダーマン感すごかったな今。あんたが道を開いて、ああお前か。ここに繋がってたんか。うわ、もういる。モテへんにゃ。ここまでのあれはないんやな。非常識ではないんやな。姫様さすがに。こういうの見ると上上がりたくなるよね。どうしたんじゃ？何を悩んどるんじゃ？おー、旅人さん、ハイラル牧場へようこそ。ここでは馬の貸し借りをしとるんだが、貸しをしとるんだが、今はそれどころじゃなくての、大事な馬が一頭帰ってこないんじゃ。今なら牧場の西の方を駆け回ってるはずなんだが、家族で探したら見つからん。馬を見つけたら牧場まで持ってきてくれんかな？はい。こっちの方に行ったら多分、
おるんやろな。まあ、旅の道中で出会ったら渡したるわ。近いな、意外と。意外と近いのと、あとこいつすごいわ。水の中であろうと陸地であろうとどこでも活躍できるっていう。だからこっち4匹いるからね。いや、1000ルピーあるで。これさ、俺一回もまだ力尽きてないねんか。ワンチャン力尽きたら、あれの可能性あるんよ。ルピー減る可能性あんねんか。ゆえに、え？あ、調べるか。ああ、そのオルゴールが気になるのかい？とっても綺麗な音色でね、フラッグレースの原因にしてるのさ。フラッグレースはうちの牧場で開催してるレースね。タビウタさんも自分の馬を持ったらぜひチャレンジしておくれ。ここにも競馬があると。あれ試そう。どれくらい回復するか見ようぜ。やばい無敵来た。姫様のベッド。これだけあればいい。俺には姫様のベッドがあればそれだけでいい。だ、3コスやからさ、これ以上のものはないやろな。姫様のベッド。さすがに王家の人間が使うベッドは相当心地いいと思うけどな。優秀。これすごくない？これ。便利さ半端ない。え、もうたどり着いたん？え、早っ。姫様の足、すごいな。どんだけ。お前のその、ポーズは何やねん。どんだけ足丈夫やねん。これもしかして銀行か？違うわ。紫の薬、エネルも回復する。買います。1個しか買えへんのか。1個しか買えへん？あー、でも買えそう。悩むな。赤い薬。でもボス戦が、何これ？壁登り速度アップって何？いやー、ボス戦があった時赤い薬、これが役に立つと思うねんけどなー。エネル回復ってでかいよね。そう、力尽きた時がさ、不安やねんか。よっしゃ。あんまりルピー使いすぎんのも良くないっていうのは思うねんけど。いや、違う。待てよ。これ多分ね、どかせられる気がする。火はこう。やんな。行くぜ。先にこっちから行こう。まずはマップを探索してからにしようぜ。そうよね。普通あるよね。わあ、ぶどう。ナイス。パワフルぶどうを3つ手に入れた。多分これ火山行くよな。準備しよっか。これはゼルダ様。ただいま王様の命令で先目の調査中です。村の者に需要をゴロンして掘られてた。オルディン火山とかあったっけ？俺が覚えてないだけか？ゴロンシティや、そう。ゴロンゴロンすんのよ。ゴロゴロゴロって転がっていく人たちがな。その影響でオルディン火山に住むゴロン族が被害を受けているようです。ゴロンは気のいい奴らだから俺ら心配でさ。最近族長も変わったらしいですし、どんな助けが必要か状況が全くわからなくて。助けに行きたいが、この危険な山を登るのは俺たちの体力が現実的ではないような。以上であります。だからさっき売ってたんか。崖登るスピードアップのやつ。先目のことゴロン族ならしてそうだね。ここやんな、ゴロン族がいんの。うわぁ。もうこれ顔ね、みんな。これ顔。これ多分、荷物ね。ゴロン族って体格がでかいんですよね。戻ってきてー。コッコちゃんたちどうして戻ってこないの？あー、ちょっとあなた助けてくれない？うちのコッコちゃんたちが今朝突然柵から逃げちゃったの。私が近づくと余計に逃げちゃうし、昨日まで仲良しだったのに反抗期かしら。ねえ、村でコッコちゃん見つけたら柵の中に戻してくんない？コッコちゃん全部で5話よ。よろしくね。なんでこうこいつらは、私に頼るかね？姫様やぞ、こっちたら。ほら。こいつ逃げおるんちゃん。逃げへんかな？村の中にいる5匹って言ってたから、これ3匹やろ？こういうのって最後の1匹が見つからんかったりすんねんな。割とあるあるやんね。あ、いた。コッコ4匹。意外と広いな。この、
4匹やろ。この村、この村意外と広ない？なんかこの辺にいる気がする。いいヒンか。コッコがどこかわからんな。あと1匹あるあるやんね。最後の1匹が見つからない現象。いた、あいつか。水やな。水。これでどう？よし。水の湯、なんだこの機能は。何今の。まあ、コッコちゃんたちを連れてきてくれたのね。ありがとう、旅人さん。こっちに来てちょうだい。なんだって？手に入れちまったな、新たな力。あんたのおかげで家出したコッコちゃんがみんなも、違うあれ、コッコをさ、持ってたからじゃない？朝ごはんにあげたパワフルブドウが酸っぱかったから飛び出すなんて、変にグルメで困っちゃう。そこが可愛いんだけどね。とにかくありがとう、助けてくれて お礼をあげるわ。妖精の瓶を手に入れた。硬くて丈夫な殻の瓶。妖精が中に入ってくれる。これ、妖精が中に入ってるんじゃなくて、入ってくれるやねんな。コッコちゃんたちを持ち上げたまま高いところに飛び降りると遠くまで飛べるんだよ。コッコちゃんだけじゃなくて空を飛べる子なら同じことができるかもね。お前できる？あ、できそう。こいつできるわ。うわー、これ覚えられたらな。この方が気になる。まあそれよりもまずはこっちでわしの話を聞いておくれ。お主入門希望者か？いやはやすぐ答えるともよい。まずは話を聞くんじゃ。ここは眠り道場といってな、夢の中で修行ができるすんごい道場なんじゃ。修行といってもやることは簡単。まずわしがお主に夢を見せる。お主の経験をもとにしたすんごい夢じゃ。そしてお主は夢の中で立ち塞がる敵を倒す。これが修行じゃ。すべての修行には目標タイムがある。達成すればご褒美だって用意してあるぞ。修行は夢の中で行われるので、何があっても目を覚めればすぐに元通り。入門すればなんと修行料がただ。こりゃすぐ入るしかなかろうて。さらに修行、おいおい怪しいな。怪しいマルチの匂いがする。修行をたくさん乗り越えた者にはその証としてすんごい特別なご褒美も用意する。今なら無料でアマゾンギフト券6万円分プレゼント、先着5名様のみですみたいなさ。やってやるよ、一発だけな。モリブリの逆襲いきます。さすがにイージーやろ。少しの間目を閉じて。姫様、こんなところで眠っちゃよくない。60秒ね。なんて言った？タートルナックやろ。3匹同時に倒したい。寝ることができればこんなことにはならんのに。おっしゃー、これで刀もらえる。刀磨いた。誰が理解者。さあ目を覚ますのじゃ。19秒46。わしの定めた目標タイム、超えるとはお主やるの。見事修行を収めたそなたにご褒美じゃ。結構金持っとんなこいつ。しかしよく見たらこのタイムなんちゅう速さだ。これは驚いた。特別にこれも持っていきなされ。刀は、刀まだあかんか。うわー、ここほんまにマルチみたいやな。あの刀持ってたらさ、持つことできるんかな、こうやって。どうなんやろね。それやったらめちゃくちゃすごいけどな。まあでもまずは先に行きましょうか。ストーリー進めていきます。オルディン火山登山道。どっち？わかる？うわー、厄介かも。オルディン火山。こんな風になってんのか。登っていくっていうのはわかるんやけどな。まあでもマグマの中に突っ込むとかそういうのはないから良さそうね。あの中に入ればいいだけやもんな。大きな山だね。どこかに裂け目の入り口を作れる場所があるはずだけど、さっきの人たちが言ってたゴロン族ってどこにいるんだろう。ゴロン族マジでどこにいんの。絶対ここやんな、間違いなくここ。
やねんけど、まずはクローリー4匹出して、そこら辺の奴ら倒しといてもらおっか。ルピーもらえるからね。攻撃してる？あ、攻撃してるわ。4匹いるからな。さっきの2倍の速度でできるはずやねんけどな。それにしては、それにしてはか。こっから行くんか？でもゼルダ姫やからな。こういうもんじゃないよな。俺たちがやることって。俺たちがさ、やるのって、こう、ダンジョンを攻略していくんじゃないよな。こうやんな。本来、こういうことをするのが、知恵の借り物やんな。ダメか。ダメっぽいな。こっから行くしかなさそう。なんか手段ないかな。これ4つ。4つでも全然ダメ。あっちに繋がってそうではある？繋がってそうではあるか？覚えろ。おっしゃー。テールを覚えた。ここではよく使えそうではあるか？さあ、始まりました。アリズカから出てきとるな、これ、絶対。アリズカを潰さないと、一生出てくるわ。頑張ってください。オッケーオッケーオッケー。で、こっちに来ないように、岩を置いといて、あとはもう、クローリーに戦ってもらいましょうか。多分、一発、ダメージ与えてれば、倒せるはずやから。アリズカもね、一応覚えてるのは覚えてるんやけどな。あんまり使ったことないな。ナイス。しかも、こいつら倒しても、ルピー出てこうへんにやな。ルピー出てこうへんにや。それはやる価値ないね。落とすわ。よしよしよし。これで、あとは、カズーちゃん、すぐ終わるやろ。だからそんなダメージもないんじゃない？何？ジャガイシ。そんなんばっかりやな。ジャガイシ。かわいそう。右側、左側に出たよな。右側から入って、左側に出た。で、残念ながらここは、行けない。あともう一個やな。マジで。あともう一個あれば、ここ通れるようになるわ。これロッククライミングすんのか？ヒルクライムか？いや、そんなことないよな。くそ。この野郎！ルピーになってもらうわ。怖っ。下は違うよな。下は絶対違う。この点線なんなんやろな。だから上に行くことによって何かあることは確定してんねんけど。あー、よかった、セーブポイントや。下になんかいる。怪しすぎる。こいつ絶対強い。絶対強いやんな。4匹で全員でさ、向こう行くからさ。これ岩、さ、岩って覚えられへんの？無理か。岩覚えられたらな。で、俺がやることは一つ。こうぶん投げる。で、ピンクの力を借ります。よし、一匹でいいね。何？リザルホスや。そうや、リザルホスや。めちゃくちゃ苦戦したやつや。お前この時代にもおったんか。100年間ちゃんと生き残ってたんやな、リザルホス。なんか、久々に、あ、リザルホス全部倒したら宝箱が開くのね。久々になんか懐かしい魔物と出会えた。嬉しい。あー、よかったー、これは嬉しい。力。今何個あんの ?15。1個進化できるなー。レベル2からレベル3にしてもいいかもな。前々から思ってたけど。まあ、もうちょっと先進んでから上げていこっか。これさ、水で消せない？こうやんね。
いや、水、炎、どっちや、蒸発するかな。なんか蒸発する気するよね。あ、あった。そういう感じね。そういう感じね。ちょっとここにピン刺しとくわ。いや、こういったらいけるか？これ毒かな？こういったらいけそうやな。よし。なんとなく方針決まったけど、え、ここがいけないのか。はぁ、なんだが。ちょうど全部、え、全部岩に挟まれて、阻まれてんの？下下がって上上がるしかないよな。下下がって上上がる。そんなうまくいくかな。これ毒やんな。回復か、どっちや。回復か。温泉や。これどう？うわぁ、無理か。無理か。クロウリ、お前もうちょっと気合入れろよな。今のできる流れやったよな。姫様崖つかめへんねんな、今更ながら。それがさ、それが厄介なところやね。リンクは崖つかんでさ、さっきの多分できると思うねんけど、これでいけるようになったんちゃう？ほら、ここ入り口開けそう。ゼルダちょっと下がって聞かんでもいいのかな、ゴロンの人たちに。ちょ、先こっち行ってみる？後でよくない？こっちは一旦ゴロンシティやってみたよな。あー、上はいけそう。いや、いけそうにない。あ、いけそう。いいところに親切なものがあるじゃないか。なんだと？これ毒入ってくる気がする。は？毒どころの話じゃないんやけど。毒どころじゃなかったな。爆弾降らしてきよったぞ。爆弾降らしてくるのはすごくね。しかも、あ、ナイス。早く沸かして、オッケー。待て待て待て、クリーピー。クリーピー。3コスか。これ多分2コスになるな。これ終わった後に。これ2コスになってくれたら、割と使うのありかも。3コスってな、ぶっちゃけ。今4つ出せるからさ、4コスまであるからさ、もったいないねんな。別のやつ出せって話やけど。あ、こいつ炎吐いてくんや。あー、はい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 。ちょっと使うわ。リザルホスはね、ちょっと嫌な思い出しかないな。タコ。ナイス。大砲系あんま使わんやな、ファイヤーオクタとか。ファイヤーオクタとかって結局、なんていうの、当たるまでのさ、時間がさ、あるからさ、お前まさか弱い？気に弱いんだ。いいこと知ったね。ファイヤーオクタだぞ。こういうやつにはファイヤーオクタいいねんけどな。こう、動かんやつには。動かんやつにはいいけど、やっぱ動いてるやつに当てづらいから、あんまりやる必要はないと思うねんな。よっしゃー、オルディン火山来た。あれ？ここにもあるんか。なんやそれ。もし、裂け目が3つあるってことや、2つあるってことやんな。ここの地点に。さっきのさ、ここの下の、これをさ、封じ込めたからといって、こっちのでかいところが、収まるとは思えへんねんけど。どうなんやろな。あと、テーブルが出せない。うわー、ここテーブル出せねー。上に上がりたいのにな。上には上がれない。水の塊。こんなところにもできんの？大丈夫？大変やん。これはでも欲しい。めっちゃくちゃ欲しい。温泉の中入れ、お前。
追い詰めた。あー出すしかない。あーええあそっか、ネズミ弱いんやったっけ。リザルホスレベル2。待って、あいつ水に弱いかも。マグマにも弱かったしな。水のあるものは弱いんか。無水カレーとか食わしたいな。あいつに。ってことは、この水のやつを出すことが一番よな。最後、剣で切って倒してないよね。あ、よかった。どうぞ回復できた。あ、しかも一個だけなんや。これ溶けないの？マグマで。あ、溶けないっぽい。いいねー。いや、ないな。え、マジでこれ、いや、真ん中やんな。真ん中やと思うねんけどな。あるある。竹目見えた。入り口作るならあの中に入らなきゃ。でもすごい煙。近づくと危なそう。あそこに近づく別の方法はないかな。やっぱあるんやね、近づく方法が。え？ここやったら道がつながってるから行けるんや。だからといって、あちゃ、熱い熱い。だからといって火山に近づけるわけではないねんな。そうやな、ここ完全に近づけないもんね。やっぱ裂け目がもう一個あるな。さっきのやつともう一個。何？なんだって？溶岩に浮く岩を覚えた。いいもあるじゃん。4コスなんや。一個しか出せへんわ。いや、そうなるよな。前は今のはごめん。これはね、これはわかるわ。笛出して。こうや。これで、これスタンプ4つできるんちゃう？ 3 つか。あともう1個やな。でも変える手段がないわ。魔物がここまで降りてきてんのはちょっと不安やな。街の人からしてもな。こういうところなん？待て。あいつらどこにいんの？言うたらゴロン族が、俺ここにいると思っててんか。ここ。違うわ。でもなんとなく位置把握できてきたかも。ここやんな。ここが入り口やねんな、言うたら。ここ行く手段なかったよね。完全に点線に覆われてて。あそこに行く方法が、わかれば、なんとかなるかもしれん。おい、爆弾置いたるわ。これどう？あかん、俺が、あ、こうや。こうや。あ、し、あ、ナイス。おっしゃー。いいねー。チビロック覚えた。デカロック、チビロック。チビロックはコスト2。コスト2のやつを出すよりもさ、コスト3を、コスト2になったやつを出す方がさ、絶対いいよな。これやんな。やっぱグエーしかありえないよな。え、肉よ。え、老衰は覚えた。これ多分ゴロン族の好きな食べ物じゃないかな。うん。無限に出せるのか、お主、みたいな展開がある気がする。それはいい、みたいな。こいつら水に弱かったりしてん？ああ、ダメなんや。水に弱かったらなとか思ったけど。そんなことない。しかもこれ覚えただけで帰らされるの？そんなことある？ってことは、え、燃えてる。うちのグエーちゃん燃えてますわ。ってことは、何か魔物に使うんかな？しかも1コツやで。4つ出せるよ、これ。さすがにこんなやつには効かんよな。
出すなら、出すなら、いやまあさ、それよりも先に行ってみよっか、あっち。まあそのうちわかるでしょう。あスムージー屋さんある。ここじゃない？あ、ここや、ゴロン族のところ。スムージー屋さん、ピー。どうする、ピー。作ります。初の都市が2個でどう？ 10 ルピーっていうのがちょっとな、厄介やねんな。そんなに回復量いらんねんな。スイスイスムージーを手に入れた。5ルピーとかやったら嬉しいねんけどな。5ルピーとかでいいね。スイスイスムージー。泳ぎ速度がアップする5やろ？で、5ぐらいあったらいいねんな。もうちょいなんかないかな。唐辛子と、ひんやりサボテンとかでどう？冷たいのに熱いみたいな。冷たいお湯みたいなさ。そういうのができんかな。どんなのがいいの？ポカポカミックススムージーを手に入れた。どう？この矛盾点。どんな感じ？寒さ向こうやって暑さの方が勝った。矛と盾、今回は暑さの勝ち。冷たいお湯にはならんかったわ。ただのお湯やったわ。ここがゴロン族。あ温泉ある。温泉でも姫様のベッドの方が優秀と。 OK、スタンプは4つ集めました。よう、スタンプは。いや、僕スタンプは生まれてこの方一途にスタンプ。ハイラルのスタンプマスターとは私のこと。スタンプカード保ってるじゃないよ。スタンプ台5つ見つけてくれたね。それでは約束通りご褒美あげちゃいます。フレッシュミルク10個か。普通にちょっと嬉しい。大丈夫、このまま続ければその面白さにドハマりするはず。僕はね、スタンプの楽しさをみんなにしてもらいたいんだ。だから世界のあちこちを飛び回って僕は今日もスタンプを広めるんだ。まあ今のところ君しか遊んでくれてないんだけどね。ところで次のスタンプカードをあげます。猫ちゃんやん。スタンプラリー中級者のためのスタンプカード、裏面が様々な色のインクで汚れてる。お前金ないんだな。こんな使い古したカードを姫様にあげるなんて。でもフレッシュミルク10個は嬉しい。えらいこっちゃごろ、えらいこっちゃごろ。出るだ。この人がゴロン族かな。間違いないね。見た目がゴロン族。あ、ハイリア人さん、ゴロンシーンにようこそゴロ。で、今はそれどころじゃないゴロ。ゴロンシーンに突然裂け目が現れて、仲間が飲み込まれちゃったゴロ。それだけでも大変なのに、ダルストンのやつが、ダルストン新キャラ登場。仲間を助けれて酒に近づいたら、そいつまで裂け目に。ダルストン、せっかく属性になったばっかりだというのに。裂け目、消そう。うん。ただ、行く手段がないんだよね。裂け目を消せる？助けてくれるなら何でもいいゴロ。ささ、ついてくるゴロ。いけるか。いけそうやな。ここもだいぶ追われてるね。ゴロン族のところも。あ、裂け目ある。おお、来てくれたゴロ。ダストロンや仲間たちを飲み込んだのはこの裂け目ゴロ。父ちゃん帰ってくれない頃。頼む。何とかしてくれから。もうどうしようもない頃。あえてこっちから行く。いいもん売ってんじゃん。営業中。ここで営業すんのは勇気あるね。勇気翼に込めとるね。えぐない。おい、もう2歩こっち下がったら終わりやん。移動しただけでな。お、転んだゴロっつって次元の狭間に飲み込まれるな。行ってみるか。ここ入り口開けそう。テルダちょっと下がってて。裂け目多分3つぐらいあるよね、これだけで。まずここやろ、ここやろ、で最後ここやろ。大変やな。ゴロンシー、閉じ込められてる仲間の気配がする。全部で4つぐらい。
みんな助けられたらこの先も消せる。今までとは少ないな。だが今までの私とは違います。なぜならこの便利な機能があるから。ほら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 、オッケー。あ、出てこうへんには勇者のやつ。ちっか、そこら辺浮いてるけどな。こっち来てくれたらいいのにな。これでも持ってこれへんのかな。持ってこれたらな、なんか全然何回使っても問題なさそうやけど。さあ、ここはベッドやな。ちょっと不安よね、飛び越えるには。待てよ、ベッドでこうやな。4つあるって言ってるからには、あ、あるある。まず1個。ナイス。4つやろ?そんなに、そんな手間かかるやつおらんやろ。下ちゃう?なんか下っぽいな、イメージ的に。こっちは、行く必要なさそう。てか、帰りやな。あるある。まあ、グエだ、そこか。これで、持てない?オッケー。さて、めんどくさい相手は相手しない。これ、起きてね。経験値が入るわけじゃないからね。大事よ。んで、水の塊、3つ出して、上に上がっていくやろ?距離感がつかめない。ここで OK?OK、OK やな。なんかボム投げてきてるやつおるな。あと、あった。あったけど。こいつをなんとか倒してくれないと。早っ!ナイス!んで、水の塊だけでええわ。もうこれから。一生水の塊だけでいきます。あと一つ。順調やけどな。順調すぎて怖い。こういうの最後の一つが見つからんねんな。順調な時って。あとどこ行ってないやろ。あとどこ行ってない?ここか?もしかしてこの中か?中やな。さあ、これロッククライミングするやつ。さて、さて、さて。こういうの壊せんの?壊せるわけではない。これでいける?これしていくしかないんかな。オッケー。これしていこうか。もう、ハイヤーオクタ使っていきます。爆発で倒せんの?あ、倒せる。これもさ、こいつのさ、厄介なところって、闇のやつを、閉じ込められた。覚えることできひんもんな。あんまり倒せもう感あるよな。タイミングよく、倒せないか。タイミングよく倒せればな。まあでも、これで覚えられた。魔物が言うたら闇の力に飲まれてるわけやから、まあ、厄介は厄介よね。この無の世界にいる僕の仲間はみんな見つかった。これで叫ぶを消せる。あ、これで変えるんや。今までで一番順調やったくない?で、多分これで経験値が半分ぐらい上がると思うねんか。ポリーの経験値が半分ぐらい上がって、次レベル 6? 強くなったな。仲間たちが僕に力を分け与えてくれ。あ、レベル6になるかも。うわー、しょぼ。うわーって感じやったな。びっくりするぐらい、なんかそんな雰囲気あったけどな。あまりに簡単すぎたから。多分、弱い、しょぼいんやろなーって思ったら、ほんまにしょぼかった。ただいま。みんな帰ってきた頃、叫びもすっかり消えた頃、
よかったゴロ、よかったゴロ。これがゴロン族です。ゴロゴロ言ってます。何が起きたゴロ。裂け目が出た。裂け目を調べてる時にダルストン、お前も無事よかったゴロ。お前が王か。うん、裂け目が消えてみんな無事に帰ってきたゴロ。でも一体どうやって。そこにいるハイリア人さんが助けてくれたゴロ。わ、あなたが僕たちを歓迎してくれる。助けてくれてありがとうございましたゴロ。お名前聞かせてほしいゴロ。私はゼルダ。え、ハイラル王国のゼルダ姫。名前は知ってるけど顔は存じ上げないって。お前らちょっと失礼じゃない。初めましてゴロ。お前ハイラルの王女だぞ。僕はゴロン族の長ダルストン。つい最近長になったばかりの新米族長ゴロ。それでそっちのふわふわ浮いてるのは。僕はトリー。トリーさんよろしくゴロ。あれ、あれれ、トルちゃんどうした。いえー、父ちゃん帰ってきてないゴロ。別の叫びに飲み込まれてるなこれ。あれ、よく見りゃゴールドじいさんとシルバじばあさんもいねえ。それはゴールドじいさんは採掘地の、漏水場を取りに行くって言ってたよな。シルバーさんは様子がおかしいってリザルホスの巣穴を見に行ったはずゴロ。リザルホスの巣穴に見に行く理由何。読書どうするゴロ。まだみんな帰ってきてないゴロ。ちょっと待ったゴロ。むやみに探しても、でもみんなが心配だし、この時石板を見れば。族長大丈夫ゴロ。あ、これゴロ。みんないなくなった仲間たち、僕が見つけてくるゴロ。だからみんなここで待っててゴロ。心得。その32、立ち止まらずにまず動けゴロ。行っちゃったゴロ。心得がどうとか言ってたけど、本当に大丈夫ゴロ。不安だね。ダルストン、ゲルド族やゾーラ族の長たちとちょっと雰囲気が違うね。でもどこ行ったんだろう。いや結構ね愉快なんですよねこのゴロンシーの人たちはね。えなんかこういう採掘場の休憩にお酒飲んでそうな、そういうぐらいの酒豪なイメージがある。俺の勝手なイメージやけど、そういう人たちなんですけれども、次回ですねこのダルストンを追って多分こっちの裂け目を攻略して、で、でかいところに行くんじゃないかなと思います。次回に続きます。今回早かったなぁ、あれ攻略するの。